はい、今回はね、先日購入しましたモトローラーのモト G8 パーでね、撮影した写真と動画を紹介したいと思います。まあ、開封とね、紹介をした時にも少し紹介していますけれども、ちょっとね、時間の関係で紹介しきれなかったので、残りの部分をね、紹介したいと思います。どうぞ。はい、今回はね、モトローラーのモト G8 パワーで撮影した写真と動画をね、紹介させていただきましたけれども、まあ、このね、モト G8 パワーは、この価格帯では珍しいね、望遠のね、カメラを積んでいます。まあ、広角2倍になりますけれども、で、まあ、広角に比べるとね、やはり望遠レンズってあまり使わないかなと思いましたけど、まあ、実際ね、あるということになると、やっぱ使いますね。使って、まあ結構ね、撮影の幅が広がりますので、まあやはりね、写真にこだわりがある方ですとか、まあ SNS とかね、そういったところに写真を結構ね、アップされるというような方であれば、結構ね、やはりね、この価格帯で望遠レンズ積んでるっていうのは、G8 パワーのね、一つのメリット、いいポイントじゃないかなと思います。まあアウトカメラについてはですね、その望遠のね、カメラ以外はおそらくね、下位モデルのモト G8 無印とね、同じものになると思うんですけれども、まあ手ブレ補正もね、まあそれなりにちゃんと効きますし、特に広角側であればね、やはり手ブレ補正がね、特に抑えられた映像が撮れますので、まあちょっとね、動いたりとか走ったりするぐらいでは十分ね、使える手ブレ補正ではないかなと思います。はい。あとね、カメラアプリのね、出来が結構良くてですね、あと遊べる機能でね、スポットカラーとか、まあ、タイムラプスとかね、スローモーションとか、そういったね、楽しめる撮影機能もたくさんついていますし、全体的にね、カメラ性能は高いかなというふうに思います。価格をね、考えればね、まあ十分なカメラ性能だと思います。今回は以上です。